きます。フルサイトです。今日はこちらのマックで、買った期間限定商品なのかな、大人のクリームパイ、ベルギーショコラと、スイートフロマージュの食レポをアップしていきたいと思います。じゃじゃん。まあ見た目はね、ホットアップルパイみたいな感じですよね。なんか写真見た時からもうホットアップルパイじゃんみたいな風に思ってたんです。ちょっと CM もあるんで CM も見ていきましょうか。確かにうまいもん食うと満足感ある。大人を満たすクリームパイ。大人。ドナルドと一緒に座ってるとこっけ。あのドナルドがいるベンチ付きのってあんの？はい。じゃあ CM も見終わってるんでね、早速こっちのベルギーショコラの方から食べていきたいなと思います。昔こんなさ、ペリペリのついてなかったよね。なんかこう、いい時代になったなっていう感じます。すげえ、開けやすいし、なんかそのままなんか取ってみたいにもってるし、いいっすね。いただきます。うん、ちょっとね、テイクアウトしたんで、電子レンジで温めました。うまい。もうまずいわけがないし、ホットアップルパイとかめちゃくちゃうまくないですか。あれと似たようなパイの食感になってるって考えたら、まずその時点で美味しいよね、ホットアップルパイ。俺あれ、マックっていろいろあるけどさ、ホットアップルパイに気づいたの結構中学生か高校生ぐらいになってからだったんだよね。マックで働いてる友達に教えてもらってさ、これめっちゃうまいよとか言って食べたら、まあ確かにクソうめえわって思って、そっから気づいちゃったんだけど、うん、あ、結構濃厚だわこれ。これいつまで売ってんのかな。やっぱそうだね、期間限定って書いてあるね。でどちらも150円ですね。なんとなくだけどさ、こっちの味なんかバニラなのかな、スイートフロマージュ、パルメザンチーズを練り込んだサクサクのパイ生地にクリームチーズを使用したスイートチーズクリームをぎっしり詰めましたって書いてあるんで、まあバニラっていうかチーズ味なのかな。でもこう見るとさ、なんかチョコの方が値段同じだとお得感ない、そんなことないかな。なんか白いとプレーンでチョコの方がこう、ドーナツでいうとチョコがけの方が若干高いよねみたいな。うん、うまい。中に入ってるチョコレート見えますかね。これ相当グニュってやったらちょっとこう出てくるでしょ。これ相当濃厚ですよ。うん、いいんじゃないでしょうか。マジでね、仕事終わり何も食わずに帰宅したんでちょっと腹減ってるんですよ。まあそれを差し引いても普通にうまいね。これはもう食べきっちゃいます。お次はこいつだな、大人のクリームパイ、スイートフロマージュ。いただきます。なんかこれ色がプレーンっていうかチーズだからさ、なんかでも見た目はホットアップルパイよりなんかうまそうだね、こっちの方が。色は近いはずなんだけど、いただきます。うん、なんかベルギーショコラの方も食べて思ったんだけど、普通にサクサク感が、なんつうの、
ホットアップルパイよりサクサクしてる気がする。なんか生地もまあ純粋にホットアップルパイと全く同じかって言ったら、ああもちろんそのチーズ味とかあのショコラ味とか差し引いてもね、なんかベース自体もちょっと改良加えてんじゃねえかなって気がする。でこれもう中にチーズ入ってるんですけど、端っこってなんていうか具がなくて皮だけの部分あるじゃないですか。もうその食べた時点でね、皮だけでももう十分チーズの味します。中の具の部分というかチーズソースの部分は甘いね、うん、チーズなんだけど甘いから、なんだろう、レアチーズ的な、トロットロのレアチーズみたいな味になってます。僕これマックの食レポ2回目なんですけど、まあ単純にマック好きなんですよね。まあマックも好きですけど、あの新商品が好きで、でマックって結構新商品出してくれるでしょ、定期的に。あんまりこう新商品メニューないところは行くんだけど、なんかあこういう味かって思ったら、まあ美味しいのは分かるけど、あんまりリピートはしないっていうか、どんどん新商品試したい人間なんで僕は。で値段も手頃で早く出てくるし美味しいしね。中身こんな感じです。ちょっと見えるかな、潰したらブニュってこう、かなりソースはトロトロです。うん、前のかこれとこれが今日の夜食です。まあ夜食べたら太るとかいうのは事実だとは思うけど、まあ別にその分調整すればいいだけなんでね、あんまり目くじら立てる必要はないかなと思います。うん、食べきりました、ごちそうさまです。結構このボリュームで1個150円で、まあ2個でも300円って考えたらすげえ安いと思う。で普段食べれない味なんで、まあせっかくなんで食べてみるのもいいんじゃないかなと思います。後から食べたいって思ってもね、もう売ってなかったりすると結構心残りになることとかあったりするんでね、まあだったら食っといた方がいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今日の動画は終わりにしたいと思います。もしこちらの動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。